うわ、あざす。普通にあざす。え、久しぶり。あ、え、顔変わってない？え？顔変わってない？どうした、なんかあった？誰って感じ？誰って、なんか変わりすぎやろ。え、メイクで。あ、メイクか。え、嘘、そんなに？変わってる、変わってる。ちょっと待って。ちょっと待って、うん、今イヤホンつなぐわ、うん、なんか歌ってる。よしや。なんかやば。めっちゃ青春系になっとるやん。え？青春系になっとるやん。何？青春系やん。何系？青春系になっとるやん。青春系。え、まず外して、ちょっとまず。青春系だけど。何？ちょっと待って、ああ、でも、一緒やな、でも目がちょっとなんか変わったな。何？そうだよ。ちょっと今無理だっけ。いや、今、仕事じゃない。何してる？え？何？実家？ちょっと違うって、違うって違うって。聞こえるよ。ああ、怒られたパパに。なんて？いやいや、そう、なんか怒られたわ。え、今どっちがおるやろ。うん、彼氏できたん？うん、すごいじゃん。これでやったネット。ネットか。もう8ヶ月とか、もうすぐ9ヶ月たつ。へえ。ネットの子ってどうなん、ぶっちゃけ。いや、なんかね、めっちゃね、我慢を探さないかもしれない人ではない。へえ。真面目な人おる？いるにはいるよ。へえ。あれは誰だっけ、あの韓国の誰だっけ、ジン。もう連絡取ってん。してるよね。そうなん。
まあ、そっか。じゃあ、でも喉優しいな、一番な。何が？いやいや、ちゃんと連絡返してくれてさ、ナビタス一番優しいわ、喉ほんま。一番。もう、俺が電話したらもう、反応ないけんな。いや、ばあちゃんもない。もう。無視。無視。あ、YouTube 出てくれるって？いや、招待されたみたいな。うん。ばあちゃんはダメやわ。え、そうなんや。え、これじゃあ、喉 YouTube だし大丈夫な。あ、マスクしてたらいいよ。あ、そうなん。俺、喉も俺のメンバー仲間入りやな。マスクでね。うん。顔がしたらちょっと病院的にやばいかもしれないけど。あ、そうなんや。まあ、俺と言うた、一緒にやろう。一緒にバズるの有名になろうで。な。いや、てっぺん目指す俺らで。私、二重整形のことなら話すわ。整形したん？そうだよ、口整形した。あ、確かに目がちょっと変わっとるかも。そうそう、目変えた。ええやん、そっちの方が。こっちの方がなんかええやん。なんか、前より。あ、ほんと？うん。そう。マスクしとったらマジでほんま分からなかった、喉って。マスク取ったらまだね、なんか。ああ、分かる。口がね。うん。あとここがね。もうここも、袋も、これ、かさぶたになったから、あれで、取ったからさ。あ、そうなの。ここなくなるなに。コロナだしさ、自分にしかお金かけるとこないもん。うん、そうやな、確かに。ワクチン打ったんじゃん、でも、もう。ああ、これもうすぐだと思う。まだ日程言われてないけど。俺、あの、ワクチン喉に打ってもらうわ、直で。あの、指名するわ。あ、そうなんや。どう、仕事は？仕事は普通だよ。普通っていうか、大変だけど、まあ、なんだか。この間さ、俺さ、なんか行かそぼって言ったよ、普通に飯食おうって。うん。ごめん。あの、めっちゃブッチしたやろ。あの、長時間待機させてブッチしたやろ。うん。忘れてた。忘れてた。何だったっけな、その時。何だったっけ、私なんかあって断らなかったっけ。なんかあった気がする。何て言ったっけ。結構飲んどったんやな。何？酒飲んどったんやな。そう。その時はまだ飲んでた。今は全然飲んでないけど。
いいな、なんかリア充そうで羨ましいな。リア充じゃない。パリピしてるんじゃない。いや、してない、全く。え、なんかさ、なんだっけな、うん、覚えてる？あったな。なんか、名古屋の人が、違うな、え、どこの人だっけ、忘れちゃった。どこだったっけ、忘れちゃったな。なんか、後ろに行った時にさ、日本人の男の子、コウキさんの、音楽出すみたいなやつをさ、うん、音楽関係者がどうでこうねみたいなやつをさ、あ、多いとな、私がインスタのストーリーに上げたらさ、え、このコウキさんってシドニーのコウキさんって言ってて、うん、じゃあ相変わらずだなみたいな、ぶっ飛んでんなみたいな話してビッグすぎるって、日和とか覚えてる、日和、あの、なんか北海道の時、モガミちゃんのなんか、あの、あ、北海道バンちゃん、ひより普通に現代からさ来てた、あー、なんかおったな、今の髪ぐらい、私の髪ぐらいになんか、うん、だったひよりもさ大物すぎるだろうって言って夢でけーって言ってた夢でかいよ、いや、多分そのうちその辺、電車の中とか多分俺顔乗っとるで、パッパッて上向いたら仕事中とか多分朝目合うと思う、電車の中で、なんかモニターとかに映ってたりする、東京の渋谷とかそう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 、えー、そうなんや、え、これからもう、なんだ、彼氏とも飯食いに行くんですか？そうだけどね、もう時間も時間だしね、全然。彼氏がさ、多分8時ぐらいに仕事終わるんだけどさ、そこからだと、もうどこにも行くから、どうしようねっていう話。うん、いいね。それ何駅それ？千葉駅。ここはね、柏。あ、柏か。柏行ったけど俺何もなかった俺。柏のさ、なんか西口は結構飲みある。また3人飲みたいな、あのバンちゃんと。ねえ、楽しかった。次また、あれ、平賀くん撮影、平賀くんって覚えてる？スケボーの子。スケボーの何？スケボーの子おった、覚えてる？平賀くん、ああ、はい、はい。何？ちょっと、一回ちょっと切るわ。ごめんな。はい。